くれ。もう一体誰のことだろう。モンド城にマイホームを持ってるから相当裕福なお友達でしょうね。金持ちの友達って結構いるし、誰のことかいまいちピンとこないな。ほうほう、それも大英雄の人脈ってところかしら。ここよ、先生にボーナスを届けてくるからちょっと待っててね。あれ、ここって…どちら様ですか？何のご用でしょう？あれ、旅人にパイモン…どうしたんですか？それにこちらは…あなたがアストロギスト・モナメギスト先生ですね。お噂は金々伺っております。私はスチームバード新聞社の記者、シャルロット。今回お伺いしたのは、気候コラムが長きにわたり好評なため先生にボーナスを届けるようにと新聞社に言われたんです。モナの名前を一発で正しく言えるなんて。シャルロットさんですね。歓迎します。それとモナで大丈夫ですよ。フォンテーヌから遠路はるばるお疲れ様です。とんでもありません。ついでにお伺いしただけですから。モナが書いてるコラムって外国でそんなに人気なんだな。あれ、言っていませんでしたか？ずっとスチームバード新聞社の星座占い相談コラムに寄稿しているんです。ボーナスのことは編集長の手紙で伺っています。いつ届くのかと思っていたところです。シャルロットさんのおかげで助かりました。あれ、その言い方ですとモナ先生はもしかしてお金に困っていらっしゃるのですか？そんなことはありません。ただボーナスがあると知って生活費を高い機材セットに当ててしまっただけです。ひひっ、モナらしいな。ふむふむ、有名な先生術師が食うに食えず、果たして先生術で将来は見えるのだろうか。この見出し悪くないわ。モナって実は金持ちなんだよ。でも普段は先生術の研究で出費がかさんでるから。すごくお金を持っているというわけじゃありませんけど、それより旅人とパイモンがモンドに戻ってきたのは何か用事があったからですか？最初は昔の友達を見に来ただけだったんだけど、途中でいろいろあって今はシャルロットと一緒にカード回答の件について調べてるんだ。そういえばモナ先生はあの召喚王グランプリに出なかったんですか？結構賞品が豪華らしいですよ。最近は研究ばかりしていますから大会に参加する暇がないんです。それに参加したからって必ず優勝できるとは限らないでしょ。そうですか？先生術で相手のカードを占えば必ず勝てると思ってましたけど。偉大なる先生術をそんなことには使いません。それにそんなことをしたら他の選手にとっても不公平でしょう。モナ先生って学術的なレベルが高いだけじゃなく、生き方もまっすぐでモラルのある方なんですね。当たり前じゃないですか。それよりあなたたち、また変な事件に巻き込まれたんじゃないですよね。そのカード回答っていうのを私が占ってあげましょうか？いいえ、お気持ちは嬉しいですけど大丈夫です。モナ先生の先生術で謎を解いてしまったらこのシャルロットの独占記事とは言えなくなってしまいますからね。ご安心ください。記者には記者なりの解決方法があるんです。そうですか、わかりました。では調査がうまくいくよう祈っています。ボーナスを届けてくれてありがとうございました、シャルロットさん。
編集長にもよろしくお伝えください。ええ、約束ですよ。それじゃあそろそろ会場へ行ってみましょうか。モンドエリアの決勝戦がもうすぐ始まるだろうからね。うん、決勝戦に参加するのってどんな二人なんだろうな。旅人にパイモンじゃないか。久しぶりだな。俺とティミーの決勝戦をわざわざ見に来てくれたのか。おお、ガイアが決勝まで残ったんだな。騎士団の仕事は大丈夫なのかよ。なんだかいつもサボってるような。おっと、何を言うかと思えば、俺はちゃんと仕事を済ませてから大会に参加してるぞ。酒を飲んでカードゲームをやる。これこそ仕事外の時間を楽しむ際の最高の過ごし方じゃないか。おっと、今のはディオナに内緒にしといてくれよ。カードゲームといえば、ガイアは試合中に誰か怪しいやつを見なかったか。例えば、他の人のカードを盗むやつとか。他人のカードを盗む？いや、見てないな。少なくとも俺が試合していた時にはいなかった。どうしたんだ急に。それがな、さっきフォンテーヌから来た記者に会ったんだけど、あれ、シャルロットはいつの間にいなくなったんだ。くぅ、あいつ一人で美味しいもんを食べに行ったんだな。フォンテーヌから来た記者か。はあ、スチームバード新聞社のあの人のことか。騎士団の来訪者リストで見た記憶がある。そうそう、そいつだ。会場に出没したカード回答を見たって言うから、オイラたちそいつと一緒に調査してるんだ。カード回答、ほう、面白そうだな。だがパイモン、その回答のターゲットはカードで間違いないのか。え、どういう意味だ。皆さん、決勝戦が間もなく始まります。選手のお二方は準備をお願いいたします。あいにくこの話はお預けのようだな。ああ、ありがとうな。頑張れよガイア、また後でな。この決勝戦どっちが勝つと思う。おお、ティミーって強いもんな。今回の大会の優勝者って多分新聞に載るよな。新聞といえば、大会の報道ってシャルロットの仕事だぞ。うん、あいつまさかモンドの屋台に気を取られてるんじゃないよな。探してみようぜ。この会場の雰囲気、全力を出して、このいざ。シャルロット、ここで何してるんだよ。何も言わずに消えるなんて。だってお二人は知り合いに会ってたんでしょ。積もる話もあるだろうし、邪魔をしたら悪いかなって。ガイアは今回の決勝戦に出る選手の一人なんだぞ。
てっきりあいつを取材するもんかと思ったけど、お前大会を報道する記者なんじゃなかったのか。まあまあ、大会の記事なんて目をつむってても書けちゃうから。それよりあそこの二人を見て。さっきから気になってたんだけど、あの二人の行動ってすごく不自然なの。ずっと人の視線を避けてるし、何か知られちゃいけないことをしようとしてるみたい。え、まさか本当にカード怪盗がいるのか。静かに、悟られちゃダメよ。決定的な証拠を出したら私の写真機で。ってちょっと、なんで一人しかいないの。もう行っちゃったぞ。追いかけましょう。シャルロットってなんか手慣れてるよな。こういうこと今までもたくさんしてきたんだろ。褒めすぎよ。フォンテーヌの有名人はみんな姿を隠すのが上手だから、これぐらい大したことないわ。いやいや、別に褒めてないぞ。あの人はモンド城の側門へ向かったわ。気づかれないようにこっそりついていきましょう。いざ。軍需品の調達が必要でしたらこちらのレポートにご記入ください。城門から外に出たぞ。どこまでついていけばいいんだ。このままじゃガイアとティミーの試合に間に合わないぞ。マイル、行こう。いざ。止まったみたい。ここで様子を見ましょう。なんでこんな遠くまで来たんだろう。まさか何かを隠そうとしてるとか。あいつうずくまって頭を抱え始めた。って違う、報道団だ。あいつ報道団に狙われてるぞ。早く助けてやろう。助けて、助けてくれ。モンド城のこんな近いところに、なんで砲塔団がいるんだ。はあ、大丈夫か。ああ、助かった。もうおしまいかと思ったよ。さっきの砲塔団の人とは知り合いだったの。なんだか君を狙ってた気がしたけど。知り合いなわけないだろう。私はただ散歩を、ここを散歩してたらなぜかあいつらに囲まれたんだ。へえ、つまりあの人たちが君を狙ったのも、君が会場で怪しい取引をしたからじゃないってことね。取引？何のことかよくわからないんだが。あら、困ったわね。私って新聞記者なの。さっき会場で取材してた時、君がこっそり誰かと取引してたところをちょうど写真機に収めてね。取材しようと思ったけど、君がトラブルに巻き込まれた上にさっきの取引まで否定したとなると、この証拠は騎士団に渡した方がいいかしら。やめてくれ、言うから認めるから。
別に知られちゃまずい取引なんかじゃない。シャルロットのやつハッタリがうまいな。さっきは何も取れなかったのに。会場にいたら私が使ってるカードの裏面を高値で買い取ると急に声をかけられたんだ。値段を聞いたらびっくりするような額でね。ほう、どんな裏面なの？雑貨店で適当に見つけた裏面のセットだ。宝箱の絵が描いてあってすごく安いやつなんだけど、あの人はなんと3倍の額を出して買ってくれた。それも現金で。あまりに信じられないことが起きたから、人が少ない場所で受け取った金を確かめようとして、そしたら宝刀団に。その裏面のセットをどうして欲しがってたのか相手には聞かなかったの？それは聞かなかったな。最近七星召喚が流行ってるだろ。みんな工夫して自分のカードをかっこよく見せようとしてるから、別におかしいとは思わなかったのさ。でもそれを渡したら彼はほっとしたようだった。モンドのはこれで全部集まったとか、次はリーユエに行くとか言ってたな。本当に出任せじゃなくて？ああ、本当だ。確かにこの耳で聞いた。私がその裏面を渡すと彼は肩の荷が降りたかのような感じだった。とても真摯な感情が伝わってきたよ。あの裏面ってそこまで金になるのか？お金になるかどうかはわからないけど、ご自身の安全のためにも騎士団には報告した方がいいと思うわ。だって知られちゃまずい取引じゃないでしょ？そうだな、その通りだ。早速騎士団に報告しに行くよ。あいつの話だと相手はただレアなカードの裏面を集めてるやつみたいだけど、本当にシャルロットが探してる人なのかな？やっぱりちょっと引っかかるわ。さまざまな国を行き来して雑貨店で売ってるような裏面のセットを高値で買うなんて、そんな人本当にいるのかしら？そのセットの背後にはきっと知られざる秘密が隠されてるに違いない。そう私の勘がささやいてるわ。これぞスクープの匂い。アルベドみたいな有名な画家が描いたとか、その裏面のセットの価値は知る人ぞ知るみたいな。とにかくこの手がかりを追い続ければ間違いないはずよ。相手の顔はよく見えなかったけど、体型や身のこなしが前に見たカード回答とそっくりだったの。多分同じ人物だと思うわ。今回直接手を出さなかったのはおそらく会場で人目が多かったからね。だから比較的穏便な方法を選んだんでしょう。となると次はリーユエに行くんだよな。やっとな、また友達にたくさん会えるぞ。でもその前にまずはガイアに挨拶しとこうぜ。決勝戦の結果が気になるしな。うん、私も一緒に行くわ。行くで。それでは結果を発表します。今回の召喚王グランプリモンドエリアのチャンピオンはティミー君です。わあ、すごいぞ。ティミーが勝ったって。やれやれ、負けちまったな。相手が強すぎた。一時も気を抜けなかったぜ。慰めはいいさ。それよりお茶
昔はお前たちの言ってたフォンテーヌの記者シャルロットさんだろ。ようこそ歓迎するぜ。俺はセピロス騎士団騎兵隊長のガイアだ。モンドを楽しんでるか。ええ、お気遣いありがとう。モンドは自由と鹿の都だって昔から聞いてるし、ここの雰囲気も噂通り穏やかな香りが漂ってるわ。気に入ってくれてよかった。そうだ、さっき急いで側門へ向かうのを見たんだが、何かあったのか。試合中ずっとそのことが気になっててな。なるほど。カイアが言ってたカード回答の本当のターゲットだけど、その答えってカードの裏面なんだよな。どうしてそこまで裏面にこだわってるかはまだわかんないけど。ああ、お前たちと一緒にリーウェイに行ってやりたいところだが、俺にはまだ騎士団の仕事が残っていてな。それに当面の急務はモンド周辺の警戒を強めることだ。最近砲塔団がますます活発になってきているからな。安心しろ、何か情報があったらお前にも教えてやる。シャルロットの勘が正しければスチームバード新聞でその独占記事を読めると思うぞ。ああ、それじゃ楽しみにしてるぜ。ありがとう。それじゃあ今晩は一休みして明日リーユへ出発しましょう。今日起こったことを整理して記録する時間もちょうど必要だからね。あ、そういえばずっと聞きたかったんだけど、このポスターに書いてあるのって七星召喚の考案者の2人だよな。かなり若そうだけど。彼らに関する噂は少ないのよね。名誉を気にしないからか、あんまり外出しないからか、この人たちに会ったことある人ってほとんどいないの。ポスターはイメージで書いたものだろう。重要なのは大まかな特徴で細部じゃない。二人は控えめな学者ってことか。おいらだったら会場でサインしたりカードを売ったり、おまけにタダで飲み食いしたりしてるだろうけど。そいつは俺も同感だ。みんなで七星召喚でもやったらもっと楽しいだろうな。実はこっちに来る前に資料をたくさん読んだの。その二人を取材しようと思ってね。でもどの資料にも二人の住所は書いてなかった。七星召喚のイベントに出たっていう記載もなかったわ。まるでこのゲームを作った後一度も遊んだことがないってそう言ってるみたい。遊びたくない、あるいは遊べない理由でもあるんだろうな。今回の召喚王グランプリには参加してくれるかしら。それはお前らの運次第だろうな。ただ俺の経験から言わせると旅人の運はそう悪くないはずだぜ。そうなの？なら安心したわ。とにかく今はあの回答を捉える方が重要よ。スネージナヤにはこういうことわざがあるらしいわ。二頭追うものは一頭も得ずってね。でもオイラと旅人なら手分けして探せるけどな。ふう、いっぱい話したらお腹が減ってきたぞ。これからのことはまた後で考えよう。まずは食べ物を探しに行こうぜ。なかなかいい生き方だな。もしよかったら近くの屋台を見て回るといいだろう。最近は大会に引き寄せられて人が集まってるから、会場には楽しいもんがいっぱいあるぞ。お、いいな。ありがとな、カイア。今やったら何か話したるで。
って相変わらず賑やかだな。万の商人が訪れ、千の船が往来するっていうのはこの情景のことかな。うん、やっぱり百聞は一見にしかずね。皆さん、長旅お疲れ様です。リュウエゴへようこそ。ここで待つよう陽光様から申し付けられておりました。お前は陽光の秘書の百私は百聞、陽光様のために情報の収集や整理を担当しております。そうそう、百聞。残りの二人は百式と百行だよな。オイラの記憶に間違いはなかったぜ。陽光、あのリーユエ知性の天中園陽光さんのこと。そうだぞ。でも陽光がオイラたちに何の用なんだ。あ、いや、オイラたちが今日リーユエ号に来るってなんで知ってるんだ。陽光様は何でも存じています。何事もその情報網から逃れることはできません。今回はフォンテーヌからいらした記者のシャルロットさんに玉境内までお越しいただき、協力のことについてお話ししたいとのことです。俺、私にリーユエコーに来たのは初めてだけど。スチームバード新聞にはやり手のビーマン記者がいると陽光様は以前から耳にしていました。一見目を引くような報道ですが、事実を第一にしていることが伺える記事。陽光様は彼女を高く評価していらっしゃるんです。そしてあなたの独占記事により暴かれた真実が一部の利権集団と関わっていたこと、それにより遠い国に派遣されて七星召喚の大会報道を担当することになったのも陽光様は把握しています。なんだって、シャルロットってそんなひどい目に遭ってたのか。大丈夫よ、いつものことだから。もう慣れてるの。陽光さんがそこまでしてるなんて思わなかったわ。まさかうちの社長と知り合いなの。ひひ、陽光は何を知っててもおかしくないからな。お二人も興味がありましたらご同行いただいて構わないと陽光様はおっしゃっていました。あれ、君たち陽光さんとも親しくしてるの。まあちょっとだけな。いつも軍玉閣を出入りしてて貴賓って呼ばれるくらいだけど。でも仕事のことみたいだし、親たちは遠慮しとこうか。それよりも城内でカード回答のことを聞き回ってシャルロットを待ってた方がいい気がするし。本当に任せていいの？それじゃあお願いするね。後でまた情報交換しましょう。実を言うと私も陽光さんにとても興味があるの。今すぐ会いたいくらい。それではシャルロットさん、こちらへ。じゃあまた後でね。シャルロットってなかなかやるんだな。その独占記事っていうのがどんなもんとは知らないけど、今回の事件が報道されたらオイラたちも独占記事に出るってことだよな。一躍有名になりそうな気がするぜ。お前の言う通りだな。じゃあまずは埠頭から調べ始めようぜ。あそこは人の往来が多いからカードの取引を見た人がいるかもしれないぞ。金魚飼ったことある？大人しゅうてめっちゃ可愛いよね。行くで。今やったら何か話したるで。
何でも聞いてください。ここにはどんな魚でもありやすい。いやいや、聞きたいのは魚のことじゃなくて、お前ってずっとここで商売してるだろ。この近くで七星召喚のカードの裏面を集めてる人を見たことないか。七星召喚？そりゃ知りやせんな。ここに来るお客さんはみんな魚を買いに来ますが、カードの裏面なんて聞かれたこともありやせん。そっか、邪魔して悪かったな。他を当たってみるぜ。お客さん、魚買っていきやすんか。うちの魚は超新鮮です。5×8 両はいくらだっけ。ああもう一つ一つ数えよう。なんでなんでなんでなお 5×80 はいくらだっけ。えこんにちは、ちょっと聞いていいか。どうぞ。俺がアクション知ってることなら、この近くで七星召喚のカードの裏面を集めてる人見たことないか。カードの裏面、アクション見たことないな。それよりアクション、稲妻の格好をした娘が俺の前を通ってから、アクションずっとくしゃみが止まらないんだ。お大事にな。オイラたちは他のところで聞いてみるから。俺は大丈夫、大丈夫だ。洗顔ロークをアクション揺るぎない。行くで。時間はたっぷりあるからね。最近この辺でカードの裏面を集めてる人を見たことないか。流行ってるあの七星召喚のカードの裏面なんだけど。カードの裏面を集める？この辺りでカードゲームをしてる人はたまに見かけるけど、ただ私は大体海のことしか考えてないから気に留めたことはあんまりないな。そっか、じゃあ他の人に聞いてみるぜ。はあ、次は寝坊しないようにしないと。話を聞いてはみたけど収穫はなかったな。場所を変えようぜ。二人とも人を探しているのでござるか。あれ、この声はカズハ。久方ぶりでござる、旅人アイモン。おかげさまで悪くないでござるよ。最近姉君は用事があってリーウェに戻ってきたのでござる。そこで拙者もこの辺りを散策していたのでござるが、まさかお主らに会えるとは。何やら聞き込みをしているようでござるな。拙者に手伝うことはないだろうか。実は。なるほど、港の風は相変わらず穏やかでござる。お主らが探しているカード回答はここを通っていないであろう。そっか、役に立つ情報かはわからぬが、最近この近くで大会が開催されているようで、拙者も少し目にしたでござる。その七星召喚は近頃大層流行っているようでござるな。あれ、カズハはまだ七星召喚をやったことないのか。うむ、拙者はいつも対局に口を出さない傍観者でござる。先日姉君は絵柄の美麗な札がたくさん入った小さな箱を船に持ち込み、船員たちと何度か対局していた。盛り上がっていて酒も大層飲んでいたでござる。それは秘伝の箱だな。カードを入れたり近くのプレイヤーを探したりするための小道具なんだ。カズハも七星召喚を遊んでみないか。ルールは簡単だし、普段友達とも一緒に遊べるぞ。札を持って友を得す、実に雅なことでござる。それでは指導を頼むでござるよ。オイラに任せとけ。いつもこいつがやってるとこを見てるから、オイラもマスタープレイヤーって言えるはずだぜ。ルールを教える以外にも秘伝の箱を手配してやらないとな。だが目下最も急を要すのはカード回答の問題でござろう。あ、そうだったな。昔の友達のことに気を取られて、新しくできた友達のことを忘れるとこだった。シャルロットと約束したもんな。次はどこへ行けば。あれ、あっちを見てみろ。あれって、モンドでディオナと話してた稲妻の配達員じゃないか。
ここでも会うなんて。彼女の腰にあるあの印、もしやコマニアでござるか。え、カザはあの会社のことを知ってるのか。以前耳にしたことがある。あそこは稲妻で主に配達の業務を行っているところでござるよ。おー、あいつ何か困ったことでもあったのかな。挨拶しに行こうぜ。どっちに行ったら。よっ、何か手伝えることないか。いや、びっくりした。って、あれ君たち、この前モンドのキャッチテールで会った人たちだよね。おう、おいらはカイモン。こっちは旅人と楓原カズラ。また会うなんて奇遇だな。こんにちは、私はキララ。稲妻の配達会社、コマニアの配達員なんだ。コマニアはかねてより、時間通りと安全性で広く評価されているところ。まさか国をまたいで商売をしているとは思わなかったでござる。わあ、外国で地元の人に会えるなんてめったにないことだよ。うちの国際業務は最近になって素顔になったばかりなの。国際配達ってまるで経費で旅行してるみたいだよね。でも他の都市には詳しくないから、いつも迷子になっちゃってて、急いでる時はたまにやむを得ず元の姿になることもあるんだ。壁を登りやすいようにね。リーユへの往生道はどう行けばいいか知ってるかな。もう半日くらい歩き回ってるんだけど。それなら知ってるぜ。今から案内してやってもいいぞ。本当にありがとう、助かるよ。高く登ったお剣と様、手にあるサイコロジャージャー。語尾がいまいち合わないな。ほら、ここだ。あれあれ、旅人にバイモン、どうしてここに。しかもこんなに大勢の友達を連れちゃって。お客さん、商売相手、それとも新しい協力者かな。オイラが紹介するぜ。こっちは楓原カズラ、こっちはキララだ。お初にお目にかかる。お噂は金がね。うん、みんなこんにちは。本日王道堂にお越しいただいたのはどういったご用件で。はっ、まさか我々が最近開催してるキャンペーンを耳にしてはるばる海を越えたとか。いやいや、オイラたちはただキララをここに案内しただけなんだ。あなたが王城堂堂主のフーダオさんでしょうか。私は稲妻のコマニア配達員、こちらはあなたへの郵便物です。お受け取りをお願いいたします。どれどれ。うん、間違いない、私の欲しかったものだね。今時の配達ってすごいね。使い走りの仕事もかっけに頼まなくて済むんだから。キララちゃんは何でも配達してくれるの。生きた人間も生と死の境をさまようやつは。ほえー、それは驚いて尻尾が立っているぞ。まあいっか、業務開拓の件はまた今度で。五つ星評価をしていただけますでしょうか。五つ星。五つじゃ足りないでしょう。これは少なくとも7つで、いや9つで、5つで、5つで大丈夫です。気持ちだけありがたくいただきます。それではお先に、二人とも案内してくれてありがとう。How dare you? そうでもないかな。最近は業務が一気に増えたから、会社が新人を多く採用したの。でも国際配達はほぼ私がやってるけどね。私って妖怪だし、足も一般人より速くて丈夫だから。ってことは、またどっかで会えるんだな。うん、みんなとまた会えるのを楽しみにしてるよ。迷子の時じゃなきゃいいけど。先ほど、フード氏は詩を読んでいたでござるが、なぜあのような詩を。おや、お兄さんも詩に興味があるの。時折、たしなむ程度でござる。もう、そう謙遜することないって。同志である私は場数を踏んでって見識が広いんだよ。だからその袖が風になびく角度でお兄さんが雅な人だって分かってるから。私はね、間もなく開催される決勝戦のために準備してるの。そうだ、みんなも手伝ってくれない。決勝戦、七星障害の決勝戦のことか。そうそう、それだよ。今回の相手は尊女そこらにいるようなやつじゃない。普段は人混みに姿を隠してるけど、大会になるとトリップフラワーみたいに地面の中から一気に飛び出してくるの。私の予感がこう言ってるんだ。これは珍しく苦戦を強いられるって。だったら一緒に戦略を考えるべきだろ。人どういう関係が。技があるだけじゃ足りない。
型も添えないと。え？ハイモンにも分かるもので例えるなら、料理は美味しいだけじゃ足りない、盛り付けも美しくないと。これを花二つっていうの。勢いで負けちゃダメだよ。またそんな筋が通ってるようで中身のないことを。うむ、生死に関わる対決では試合前に互いに敬意を表す武士もいる。両者には共通している部分があるやもしれん。こっちの友達の理解力は大したものだね。過分なお言葉でござる。拙者の意見を申すのなら、大会に対する期待を込めるか、または相手を威圧するような文言を入れてみてはどうでござろうか。おお、これはこれはなかなかのプロだね。早速対戦してみない？アイデア探しついでに肩慣らしも兼ねてさ。ふむ、拙者もぜひ手合わせを願いたいところではあるが、視線をしたこともなければ自分のデッキを持ち合わせてもおらぬのだ。ちょうどいい機会だな。オイラもお前たちの対戦が見てみたいし、オイラがカズハにイロハを教えてやってもいいぞ。皆がそこまで申すのなら、拙者もお言葉に甘えるとしよう。ルールはこれで全部だ。オイラが旅人から学んだコツも全て教えてやったぞ。ついてこれたか？問題ないでござる。感謝する、ハイモン先生。そこまですごいわけでも。どう、カズハお兄さん、この路地裏に住む詩人と対戦する自信はある？うむ、フードシュ、どうかご教授を。じゃ、対戦の口上は？口上か。うむ、できた。できるのかよ。よし、挑戦者よ、名乗ればよい。おお、一気にそれっぽくなってきたな。神札を友と出会いて打ち合えば、宝寸の間に燃ゆる赤き葉。楓原和葉、ご教授願うでござる。後天に小鳥がさえずり、炎のサイコロ6割。王朝堂同士フード受けて勝つ。ブブ、私のターン。はあ、やはり負けたでござるか。フード主、さすがは決勝戦に出る御仁でござるな。おお、今の対戦すごかったぞ。幸い、カズハお兄さんの召喚物を私がメールに送ってあげられたから、なんとかなったよ。その目を見るからに、初めてこのゲームに触れるものとは思えなかったね。アイモン先生が教え上手だったからでござる。え、そうか。おいらはもともと浮いてるけどな。カズハはどうだった？七星召喚を好きになったか？うむ、札の技も多く、戦局も瞬く間に変化する。なぜテイワットを風靡しているか、自ら体験してみて分かったでござるよ。どうやらこの世にまたプレイヤーが一人増えたみたいね。北星、いつからいたんだ？お二人が対戦を始めてすぐよ。みんなが夢中になってたから邪魔しないようにしてたの。こちらが楓原和葉さんね。あなたの活躍は前々から聞いているわ。お会いできて光栄よ。とんでもない、拙者も姉君から幽変の北星殿のことは伺っているでござる。こちらこそ光栄でござるよ。国政でいいわ。それにしても、カズハさんの腕はなかなかのものね。初めてでここまでできるなんて、本当にすごいわ。今後、機会があれば、私とも手合わせをお願いできるかしら。おお、もう次の対戦相手が決まるなんて。驚いた？今、玉境内にいる人は、だいたい七星召喚ができるわよ。仕事の合間にたまに対戦しているの。喜んでお受けしよう。だが、ずっと旅人のデッキを使うわけにはいかぬゆえ、対局は、秘伝の箱を手に入れてからになるやもしれぬが。ええ、構わないわ。後ほど会場でプレイヤー協会の人に手配してもらいましょう。大したことじゃないから遠慮なんてしないでね。君は旅人の友人、つまりみんなの友人でもあるんだから。それでは頼んだでござる、国政殿。それと風太を、決勝戦がもうすぐ始まるわよ。私はそれを知らせに来たの。安心して、私は一見レンガを数えてるように見えるけど、ずっと聞いてたから。準備万端、必ず勝利するってここに宣言しよう。みんな一緒に会場へ行かない？あ、そうだった、大事なことが。オイラたち、今カード解答に関する事件を調査してるんだ。最近、七星召喚のカードの裏面を集めてる人を見なかったか？カードの裏面？もしかして宝箱の柄が書いてあるやつ？そう、それだ。その人、顔に解答って文字こそ書いてなかったけど、雰囲気は確かに、うちのお世話になりそうなお客さんだったね。今朝、彼が趙雲と札遊びをしてるのを見たの。負けた人がカードの裏面を渡すって言ってたよ。最後はその人が心証して、額の汗を拭いながら裏面を持って行ってた。どうやら、趙雲に話を聞いてみる必要があるみたいだな。なら、無謀の丘に行ってみるといいよ。そこにいるはずだから。ちょっと聞きたいんだけど、そのカード解答っていうのに、何か怪しい動きでもあるの？
ん、カードの裏面にものすごく執着してること以外あまりよくわからなくって。でもそいつは他の人のカードを盗んだらしいんだ。そう、わかったわ。戦艦軍に注意するよう言っておく。君たちもくれぐれも気をつけて。拙者も旅人と同行しよう。ええ、また後で。親友であるあなたの応援があればしょぼって片付けられるよ。それじゃ、オイラたちはチョーンを探しに行こう。花火はパッと消えてまうけど、友情は一生もんや。そう慌てるな、きっと見つかる。ちょーん、ここにいたんだな。パイモン、旅人。それにこちらは。お初にお目にかかる。拙者は楓原和葉と申す。はじめまして、僕はチョーン、リーウェイの奉仕だ。そう、今の状況を手短に話させてもらうが、この子の友達がかくれんぼをしていたら迷子になってしまったそうなんだ。ぼ、僕、イクちゃんにあまり遠くに隠れないよう注意したのに、この辺りを探してもイクちゃんが見つからなくて。こんな人里から離れた場所で迷子になったら大変なことになるぞ。オイラたちも手伝おう。その子がどっちに行ったか見なかったか。うん、数えてた時にこっそり覗いたんだけど、イクちゃんはあっちの方に行ってた。よし、じゃあ道に沿って探していこうぜ。今やったら何か話したるで。行くで。イグー、聞こえるか。折れた枝、重みで潰れた草。ふん、確かに子供がここに隠れていたようでござるな。もっと奥まで行ってみよう。片方どうなんだ。イグ、危険な目にあったりしてないよな。いざ。たく、なんで最近よくあいつらに遭遇するんだ。みんな、これを見てくれ。これは、七星召喚のカード。あ、これ、イクちゃんのカードだよ。イクちゃん、このカードをお父さんからもらったんだ。すごく大切にしてて、どこに行ってもカードを持ち歩いてるんだ。それってつまり、イクはここを通ったってことだよな。でも、この先は分かれ道だし。一体どっちを探せばいいんだ。ふん、待たれよ、コードン。イクロの父親はカードの他にもある小箱を渡してなかったであろうか。うん、起点の箱だよね。僕も持ってるよ。あ、そうか、なんで思いつかなかったんだ。さあよ、イクロが箱を持ち歩いている限り、拙者たちはその箱で彼女の居場所を正確に把握することができるのでござる。よし、早くオイラたちの起点の箱を見てみよう。おお、周りにいるのはチョーンとホーだよな。 あった、あっちにもう一人プレイヤーがいるぞ。これがイクのはずだ。イクちゃん、ホーか。こんな遠いところまで来ちゃってごめん。隠れようとしたら怖そうな大人たくさん見かけたの。私怖くなってここまで走ってきたんだ。安心してくれ、そのおっかない大人たちはもう追い払ったから。けど無謀の丘はとても不気味な場所だ。今後はここに遊びに来ない方がいい。うん、分かったよ。ありがとう、お兄さんとお姉さん。ありがとう。
手に走り回るなよ。後でうちまで送るから。ふう、何事もなくてよかったな。これも和葉さんのおかげだ。秘伝の箱を使って人を探す方法を思いつくとは。これがいわゆる盲点ってやつだな。おいらたちずっとそれを使ってカードゲームをしてきたけど、こういった緊急時に人探しに使えるなんて気づかなかったぞ。考えてみればその機能を発明したスメールの学者ってすごいよな。あ、そうだ、超運、お前に聞きたいことがあるんだけど。道理で彼はあんなにもカードの裏面に執着していたわけだ。なんてこった。つまり僕は回答を逃してしまったのか。落ち着け、落ち着くんだ。人の上辺を知るのはたやすいが、その心までをも知るのは難儀なことでござる。何も趙雲殿のせいではない。拙者ももし相手に勝負を持ちかけられていたら、そこに問題があるかどうか気づけていたかはわからない。そうそう、相手はとてもずる賢いやつなんだ。隙を狙ってカードの裏面を盗んだり、盗まなかったら他の手を使ったりしてくるんだぞ。して、その人物はカードを手に入れた後、何か言っておったのか。彼は急いで物を片付けて港口の方に向かった。確か稲妻に行くのはとても遠いとか、長時間船に乗らなければならないとか、ブツブツ文句を言っていた。そいつ本当に独り言が好きみたいだな。とりあえずはその手がかりを追うしかないみたいだ。でもその前にまずは会場に戻ろうぜ。それじゃ僕はホウとイクを家まで送るよ。まだ少し悔しくはあるけど。あ、頼んだ。チョーンがいなくなったらここが急にムキムキになってきたぞ。オイラたちも早く戻ろう。素晴らしい対戦だったわね。ずっと目が離せなかったわ。また間に合わなかったのかよ。少しは観戦できると思ったのに。あら、君たち戻ってきたのね。趙雲の方はどうだった？ちょっとしたトラブルはあったけど、結果的にはうまくいったぞ。プータンは試合に勝ったのか？そりゃもちろん。シュパパッとはいかなかったけど、ドカーンと勝利をゲットしたよ。相手はさすが札遊びの達人だね。お互いの主力をそれぞれ2枚落とし合った後に、私たちの勝負はやっと最終局面を迎えたの。この同志たる私は目を閉じ息を止め、サイコロを手に握った。で、会場にいる目に見える友人たちと見えない友人たちからカゴをもらえるように祈ったんだ。それからどうなったと思う？私は肩を技へと落とし込み、両手を振った。そしてあの工場は大声で叫んだの。炎のサイコロ6個あり。その通り。私が目をかっぴらいてよーく見ると、テーブルの上には炎のサイコロがちゃんと6個揃っててね。そして両弦の蝶のごとく勢いで勝利を手にしたってわけ。あの工場って本当に効果があったのか。フード氏の戦術はまるで森にいる名鳥のように軽やかで変化に富んでおる。その上幸運にも恵まれれば、まるで広げた両の羽で追い風に乗るようなものでござるよ。その運も往々にして実力の一部よ。旅人、あなたもそう思わない？キョコ、シャルロット、仕事の話はもう終わったのか？ええ、天柱園の漁港さんは頭脳明晰で見解も見事なものだったわ。百文さんのことが羨ましくなってきたよ。こちらが噂の楓原和葉さんね。お目にかかれて光栄でござるよ、シャルロット殿。やっぱり大英雄の友達も大英雄なのね。和葉さんはスチームバード新聞の一面を飾ったことがあるのよ。若き武士、無双の人たちを受け止める。フォンテーヌでしばらく話題になってたんだから。まさか私が札遊びで勝った人がそんなにすごい人だったなんて。それはかつての蛮友で、もう過ぎたことでござる。今はこうして新たな友が数多くできたことの方が、拙者の胸を躍らせているでござるよ。今日ここでみんなが知り合えたのも何かの縁だと思うわ。私がご馳走するから、これからみんなで食事をするのはどうかしら。ほほー、私のために祝勝会を開いてくれるんだ。ならご相伴に預からないとね。
みんな先にゆっくりおしゃべりでもしていて、私は会場の後片付けをしてから合流するわ。今夜はお腹いっぱいになるまで食べてゆっくり寝ようぜ。稲妻への出発は明日にしよう。あれ、怪盗について新たな手がかりが見つかったの？おう、オイラたち情報収集が上手だからな。まあそのついてるからっていうのもあるかもしれないけど。すまぬが、拙者はリーウェで少し用事があるゆえ稲妻までは同行できぬ。そっか、じゃあカードゲームの練習を忘れるなよ。オイラが抜き打ちでテストしに来るかもしれないからな。あなたたちが探しているその怪盗のことなら私も近頃小耳に挟んだわ。おお、教皇はそんなことまで知ってるのか。その新しいカードの裏面が市場に現れたのはここ最近のことらしいわ。数は非常に少なく、絵柄は宝箱の模様をしているとか。験担ぎのために高値でその裏面を買うプレイヤーもいたそうよ。だから私はそこに商業的な価値があるかどうか調べたことがあるの。そしたら突然、一夜にしてリーウェにある宝箱模様の裏面が全て回収されたという情報が入ってきた。どこぞの商人が買い占めて高値で転売する気なのかと思っていたけど、話を聞いてみると原因はあなたたちが探している怪盗みたいね。そのカードの裏面って数が少ない以外に何か変わったところは？残念ながら私はそれを手に入れていないの。だからあなたの質問には正確に答えられそうにないわね。ただそれは個人が制作した品で作りが成功ではないということだけは知っているわ。私が手を出さなかったのもそれが原因なの。おお、怪盗にまつわる謎がどんどん奇妙なものになっていくわね。大丈夫だって、その怪盗は独り言が好きみたいだから、いずれ全部の秘密を喋っちゃうと思うぞ。未知なる旅はどれも一つの謎よ。答えを予測することができないからこそ、私たちはその過程にある楽しさをより味わえる。こうして異国の才能と出会う機会を得られたのは私にとってまさにサプライズだったわ。そういえば北斗姉さんも七星召喚ってできるの？うむ、姉君の腕前は南十字戦隊の中でも一二を争うものでござるよ。じゃあさ、もしよかったら私に紹介してくれないかな。前々から北斗姉さんには憧れてて友達になりたいと思ってたんだ。でもなかなかその機会がなくて。構わぬでござるよ。ただその時はどうかお手柔らかに頼むでござる。おしゃべりしてたし、稲妻にもごちそうしてくれる人はいるかな。アイモンは昨日の夜ずっと食べてたわよね。そんなことはないぞ。
さんが用意してくれたおにぎりとお餅、全部持ったか。バッチリや。ちゃんと全部詰めたさかい。しばらく待ちのけば。うちが家におらんようになっても、家内は気付けよ。時間通りに薬飲み合って、母ちゃんにしっかり酔っといて。いざとなったら、うちが帰ってくるまでしばらく店閉めてもええやしな。お前が長旅に行ってるっちゅうが、俺は心配なんや。俺も母ちゃんもここから出たことないさかい。稲妻人が外の人からどう思われとるんか、話してくれはる人はおるんか、何もわからへん。そんなん心配せんでええって。ここに外から来た人らがってみんな親切で熱心やろ。シャブ業のトーマも昔はモンドから来たらしいけど、トーマには好印象持ってる人らばっかりやんか。豆腐、あら豆腐な、ずっと切らしとったから今朝買うてきといたわ。ちゃうって、トーマや、トーマ。こないだ故郷の酒屋言うてうちにも酒持ってきてくれたやん。こういう会話を聞くのって久しぶりで、なんかホッとするよな。あんたらやめっちゃ久しぶりやな。もうすぐ旅に出れるさかい、ワクワクしてもうて。あれからいっちゃん変わったこと言ったら、外国人がぎょうさん稲妻に来るようになって、こっちからもぎょうさん人が旅に出てったことやろ。あんたらみたいにテイワとあちこち旅してたらあんまわからへんかもしれへんけど、うちらにとってこれは夢を実現する千載一遇のチャンスやねん。確かに、長い鎖国令がやっと終わったんだもんな。お前さんらのことは覚えてるわ。ユミアの友達やったな。すごい功績残した言うて、稲妻絶対に広まっとるで。こいつ、お前さんらに憧れとったよな。二人みたいになれたらええなってよう言うとるわ。なんか照れるな。ヒーローになりたいっちゅう夢は、誰かてちっちゃい頃に一杯が持つやんか。それは大きい。うちはただの職人やさかい。ほんまは落ち着いた生活の方がええ。せやけど、機会があったらもうちょいかっこいいようになりたいなって。それはそうか。お前さんの花火注文しに来たんか。そうや、堪忍堪忍。自分の話に夢中になってしまったわ。これからしばらく花火の制作はまた父ちゃんに任せるんや。父ちゃんの腕は知ってるやろ。ほんまにすごいさかい。心配せんと注文してや。いやいや、おいらたちはたまたま通りかかっただけで、別に用事があったわけじゃないんだ。そうやったんか。うちら全員手アイドルは珍しいな。そうやったらもうちょい話そうや。うちも急いで出ようと思ってたわけちゃうし。そうだ、旅に出るってユイミヤはどこに行きたいんだ。わからへん。えけどまあ旅の目的は決まってる。うちはテイワットで一番壮大な雨みたいに降る流星群が見たいんや。でもそれがいつどこで見れるんかわからへんさかい、旅しながら探すか思てんねん。それだけかよ、もっと詳しい情報はないのか。それがまだつかめてへんねんな。もともとがうちに伝わる物語で、ただの言い伝えみたいなもんやから。昔うちの祖先はその流星雨を見て新しい花火のインスピレーションが降りてきたんやって。父ちゃんはインスピレーションは見たものとか知ったものの融合や言うとった。同じ景色でも見る人が違ったらそこから連想することも変わってくる。今の稲妻は昔とは全然ちゃうやろ。うちが流星雨を見えたら全然ちゃう花火を思いつけると思うんや。せやろ。まあ外に出て見て回りたいいうんがいっちゃ大きい理由やねんけどな。いいと思うぜ。チャンスも時間も揃ってるなら思いっきり楽しむべきだもんな。よう分かってるやん、パイモンちゃん。知り合った時よりごっつお利口さんになったんちゃう。お前みたいなやつは大好きだぞ。嬉しいことを言ってくれるぜ。スメールか、聞いたことあるで。木がぎょうさんあってすごい学院もあって、それから大きい砂漠もあんねんやろ。そうだぞ、あいつらはすごいんだ。流星雨のことを聞いたらきっと答えてくれると思うぜ。ほんまに？せやけど、研究者に言い伝えの話なんか聞いたら嫌がられへんかな。それがただの言い伝えかどうかは聞いてみないとわからないだろ。安心しろって、オイラたちは教練員にもすごい子で思ってるんだぜ。正しくはこいつがだけど。でも、そんなん頼んでしまったらあんたらの時間まで無駄にしてまうやん。あんたらの予定にはもともと入ってへんかったんやし。うんうん、遠慮はいらないぞ。お前だってこの間手伝ってくれただろ。ほなお言葉に甘えようかな。スメールで思いっきり楽しもう。父ちゃん、ほしたらうちは二人と一緒に行くわ。これでちょっとは安心できるんちゃう。おおー、それがええ。そうやったら俺と母ちゃんも安心や。
二人も体に気をつけよ。すぐ戻ってくるさかい。ほな、離島行って船乗ろ。ここがスネールか。えらい大きい木。この港町って木の上に作られてるんか。それにしても迫力やな。離島の港よりはるかに大きいし、店も行さあるわ。ひひ、もっとすごいのはこれからだぜ。ほんまにすごいな。他の人からも聞いてはいたけど、百聞は一見にしかずっちゅうか。自分の目で見てへんかったら一生かけても想像つかへんかったやろな。で、あんたらの言うとった学院、教霊院っていうのはここにあるんか。いや、教霊院はスメールシティにあるんだ。川沿いに北へ遡って進んでいかないとな。なるほどな。スメールシティってきっとここよりもすごいんちゃ。え、これよりもでかい。サンゴの宮みたいに壮大なんやろな。とりあえずスメールシティに向かうん。ずっと興奮しっぱなしで、何から始めたらええかわからんようになってしもたわ。旅で一番大事なのは思いっきり楽しむことなんだから、そんなに深く考えるなって。はよ本題に取り掛からへんかったら、あんたらの予定を崩してしまうんちゃうかって思っててんけど、あんたらがそう言うんやったらあちこち見て回ってもええかな。アジャンダ彫刻店直営ショップへようこそ。気軽に見ていってくれよ。おー、なにこれ、全部めっちゃ可愛いやん。これは今お店で一番売れてるアランナラキボイっていうおもちゃさ。子供たちの間で語り継がれる童話をイメージしたデザインで、あいつらには特に人気があるんだ。こちらの方は稲妻から来たお客さんか。この木彫りはお土産に最適だぞ。アランナラやったら知ってるで。船でアランナラの物語を聞かせてくれたけど、まさかこんなに可愛らしい見た目やったなんてな。道理で子供たちに好かれるわけやわ。それに一つ一つがほんまに綺麗な仕上がりやわ。ちょっとじっくり見させて。宵宮なら気に入ってくれると思ってたし。でもさすがの宵宮でも本物のアランナラを見ることはできないだろうな。うん、宵宮にはちょっと悪いけど、オイラたちもアランナラとの約束を守らないとだしな。でも宵宮は気にしないと思うぜ。あいつの世界はすでに空想の生き物でいっぱいだからな。よし、決めた。これとこれにするわ。あとさっき見してくれたそっちの2つも。え、そんなにいっぱい買うのか。せやで、サイカたちも多分気に入るさかい、帰って子供たちに分けよう思て。アラタキ派と対決する時の商品とかにしてもええかもな。それに窓際に並べてあるとこを想像してみ。朝起きていっちゃん最初に目にするもんがこないに可愛らしかったら、一日中ええ気分で過ごせるやろ。大きに干したら偉げえな。なんだか見た目が宵宮に似てるよな。そう言われてみたらほんまやな。ナラパイモン、こんにちは。うちアラン宵宮。
喋ることによって。お手だよ。すごいぞ。これでちょっとだけ話しただけなのにもう覚えたのか。だっておもろいやん。こういうこと覚えるに関しては割と自信あるで。はいよ、前通り。お客さんたちは本当に面白いな。スメールで楽しい時間を過ごせるように祈ってるぞ。オルマスコアもほぼ回れたし、次はスメールシティに行こうぜ。せやな、そろそろ本題に入ろう。市場よりももっと賑やかやねんな。ここはトレジャーストリートっていうんだ。この坂をずっと登っていくと恐竜院で、幹の中に入ればグランドバザール。どっちも特徴的なとこだぜ。今同じ服着た人たちは上から降りてきたんやけど、あれって恐竜院の制服なん？そうだぞ。学院によって帽子の柄も違うんだ。今から探すのはメイロン派のやつだけど、星のことならあいつらに聞けば間違いないぜ。要するに一般的に恐竜院に出入りするときはああいう服を着んとわかんの？そんなことはない気がするけど。うちの今の姿であんたらと一緒に入ったらちょっと目立ちすぎるんじゃ。お前が照れるなんて意外だな。いやいや、ちゃうちゃう。向こうの立場になって考えてみ。もしあんたらが教練員の学生で今は勉学に励んでる最中やったとして、そんな時に突然怪しい格好したよその人が乱入してきて、あたりをキョロキョロ見回したり歩き回ったりしたら。お前の言いたいことは分かった気がするぞ。やろ。確かに人の目を気にしすぎる必要はないねんけど、それは時と場所を選んでからのことやと思う。とりあえずはこの近くを見て回るわ。あんたらの言うてたズバイルシアターも見てみたいしな。教練員の方はうちがスメール風の衣装を用意してからにしような。分かったぞ。まあそこまで考えなくてもいいとは思うけどな。服を仕立てるんだったらミーローがいいところを教えてくれるかもな。ええやんええやん。ついでに公園も見えたらええな。ほなうちはここら辺ブラブラしてくるさかい。ごめんやけど、流星雲のことを聞き回ってきてくれへん？お、行ってくるぜ。対する憶測がどんどん止まらなくなってるの。この二人は知恵の神の啓示を授かったという人もいれば、そもそも考案者なんて存在しないなんていう人もいる。そうだ、君たち召喚王っていう本は読んだことある？そっか。ワニの王に憑依された不思議な少年が伝説のプレイヤーになる物語なんだけど、これがとても面白くてここに来る前に私も読んでみたの。召喚王の作者が物語に登場する少年プレイヤーで、七星召喚を考案したのは伝説のワニの王と時の王っていう考察まで取り立ててね。どんどんありえない方向に行ってないか。そうね。だから原作者もすぐにそれを否定したわ。でも人々の議論はより激しくなって、本の販売速度はさらに勢いを増していった。だから七星召喚がテイワットで大流行したのは娯楽小説召喚王のおかげでもあるのは否定できないわ。見てこの景色、まるでお祭りみたいじゃない。これで本がまたたくさん売れるでしょうね。ああ、これはきっとあの狐女の仕業だろうな。キツネ女？ライミコっていうヤイローの編集長のことだぞ。ミコならきっと油揚げを食べながら手下にこの日に娯楽小説の売り上げを伸ばそうとか言ってると思うぜ。ああ、そういう場面なら私もよく知ってるよ。油揚げをコーヒーに、娯楽小説を新聞に置き換えたらだけど。どうやら僕の上司も同じみたいだな。
地域によって景色もそれぞれ違うんだね。こうして外を回れて得した気分だわ。お前は前向きだな。不当な扱いを受けたってのに。あれ、あそこに立ってるのって、あ、エイだ。旅人さんに、パイモン、またお会いしましたね。こちらのお姉さんは？あ、紹介するぜ。あれ、なんかおいらここ数日ずっと人を紹介する役をやってるな。こいつはシャルロット、フォンテールから来た記者だ。こっちはエイ、稲妻の神なんだ。見かけなる神主の御事を報告様ですか。お初にお目にかかります。先ほどは失礼いたしました。遠方よりいらしたお客様までそうかしこまる必要はありませんよ。かしこまりました。あ、いや、わかりました。ふう、君たちの知り合いってみんなとんでもない大物ばかりね。私は巫女に誘われ、市場や娯楽の雰囲気を感じに来たのです。皆さんと何ら変わりありませんよ。おお、その気持ちよくわかるぞ。会場は賑やかだし、美味しいもんもいっぱいあるからだろ。皆さん会話が盛り上がっているようですので、私はこの辺で失礼します。前みたいにまた後で合流しよう。そうか、じゃあまた後でな。もしかして私の身分があの子を怖がらせてしまったのでしょうか。そんなことないと思うぞ。オイラたち前も手分けして情報を集めてたからな。エイも非正召喚が好きなのか。選手たちの試合を見てるとハラハラドキドキするよな。実は私も参加者の一人なのです。エイが？どうしてそう驚いているのでしょうか。札を使って遊ぶことは昔からあるもの。今の札遊びがどのようになっているのか私も気になります。準決勝まで進出しました。準決勝、すごいな。それじゃあ決勝戦まで。残念ながら私はそこで敗退してしまったのです。そのこやつは準決勝でわらわに負けたからな。本当に惨めじゃった。まさに完敗と言えよう。先ほどまでの話わらわも全部聞かせてもらったぞ。ちょっとした小細工に翻弄されただけです。小細工の何がいけないのじゃ。規則の範囲内での小細工は全て知恵の表れじゃぞ。誰かさんがいつも天使閣に引きこもっておるから、それを身につける機会がないのではないか。この二人、本当に仲がいいんだな。あなたの言う通りです。もっと外に出るべきですね。今の稲妻は規制されており、昔とは随分変わりました。しかし一部の人の天候に対する恐怖心は今も変わっていません。いくつかの試合で相手が突然手を震わせ始め、カードを出すのをためらっていました。今思えば彼らは勝負を決める一手を打つのが怖かったのかもしれませんね。他の者は試合に負けて悔しさからうつむいたり地団を踏んだりしておるのに、立ち寄ってした何時がここでしょぼくれておるとはな。何時を城の外に呼び出したのは札遊びを純粋に楽しんでもらうためじゃ。まあよい、何時の先生はわらわも知っておる。わらわがどうやって小細工をしてあの渡辺島の荒人神の巫女に勝つか素直に見習った方がよいぞ。え、決勝戦の相手ってここになるのか。片方はかつて共に戦った渡辺島の指導者、もう片方は英知と美貌を兼ね備えた八重巫女様。わっぱよ、どっちを応援する。ミコ、旅人さんを困らせないでください。もちろん分かっておるぞ。わっぱの反応を見てみたかっただけじゃ。会場はすぐそこじゃ。先に見に行ってくるとよい。決勝戦の相手によろしく伝えておいてくれ。彼女のためにそろそろ腹を決めないと。何時を恐れるのは当然のことじゃ。そんなことはしません。わらわだって人を取って食ったりはせんぞ。それでもとある作家はこう思っておる。原稿を提出しないとわらわが陽子に化けて食いに来るとな。わけがわからぬじゃろう。
じゃがそれを知ってから、わらわはよくその方法でそやつを脅すのじゃ。今もなお聞いておるぞ。原稿の提出が毎回早くなっておるからの。彼女のために。いっそ、離島で店を開くか。ここは音楽観察。書類と身分証明書を用意してください。変えられない、下がらない、受け入れる以外何もできないのが運命の運命たるゆえんなのです。いっそ、離島で店を開くか。ここは音楽観察。取り組み証明書を用意してください。物欲を抑えることは、占星術師の修行の一部。質素な生活を送ることで、世界の真実を覗くことができるのです。人の決まった運命を正確に示すものです。行き過ぎた装飾はかえって人々の誤解を招くことになってしまいます。いっそ離島で店を開くか。ここは音楽観察。書類と身分証明書を用意してください。いっそ離島で店を開くか。物欲を抑えることは先生たちの修行の一部。小さな生活を送ることで世界の真実を覗くことができるんです。ここは音楽観察。書類と身分証明書を用意してください。いっそ離島で店を開くか。ここは音楽観察。書類と身分証明書を用意してください。いっそ離島で店を開くか。ここは音楽観察。書類と身分証明書を用意してください。いっそ離島で店を開くか。下がらない、受け入れる以外何もできないのが運命の運命たるゆえんなのです。いっそ離島で店
占いとは人の決まった運命を正確に示すものです。行き過ぎた装飾はかえって人々の誤解を招くことになってしまいます。Thank you.
Thank you.